6月18日にリニューアルオープンしたばっかりのラディッシュ大橋店さんに来ています。はい、今日の街角中継を担当します UMK 新人アナウンサーの佐々木茜と岡ファーエリスゴーです。よろしくお願いします。では早速もう店内に入っていっちゃいましょうか。はい、そうですね、もう早速入ってですね、目にかかるのがこちらのお惣菜サラダですとか、ね、あとはフルーツポンチなんかもありまして、もうカラフルですし色とりどりですよね。はい、こちらお野菜まで揃っていて、実はここラディッシュさんは海外のマルシェをイメージして作られているんです。はい、なので店員さんとの距離もとっても近いんですよね。開放的な吹き抜けもある店内です。いや本当におしゃれな空間ですよね。はい、そして到着したのがこちらの鮮魚コーナーです。お寿司ですとか、はい、ね、あ、全部新鮮そう、フレッシュそうなものが並んでいて、透き通ってますね。そうです、綺麗ですよね。そしてこちらなんかは自家製ごまだれ漬けですかね。いろんなお魚が使われていて、なかなかお家では作るのが難しいものも、ここだったら手軽に買えるんですよね。再現難しいですよ。はい、ちょっとお店の方にお話を伺います。はい、こんにちは。ズバリ今日のおすすめってございますか。はい、今日のおすすめは金目鯛になっております。金目鯛、はい、どれですか。ああ、ご覧ください、金目鯛。すごい迫力。綺麗ねえ。この金目鯛はいつ取れたんでしょうか。今日の朝鹿児島で取れたばかりの今朝。はい、朝取れですか。はい、朝取れです。あらららら、ら、これってどうやって食べるのが今日この握り寿司がおすすめになっております。お寿司ですか。はい、握り寿司いいですね。そんなちょっと食べたくなっちゃいますよね。いや パワーワードですよ。はい、金目鯛の握り寿司、味気になる。ちょっと食べてみたいなと思うんですけど、次お値段をお準備しておりますので、ぜひ召し上がりください。いや、お値段にしたわけじゃないんですよ、これが。いいんですか。はい、ありがとうございます。じゃあ特別に、こんなに綺麗な色をしていますよ。キラキラしてますね。はい、じゃあいただきますね。はい、うわー、いきます。じゃあすいません、いただきます。いいなー、美味しそう。どうですか。プリップリプリップリ、身が引き締まってます。新鮮、最高ですね。美味しいですか。もう美味しいですよ。私も幸せです。こうやって直接お店の方からお話聞けるのもいいですね。はい、そうなんです。実はリニューアルオープンして、ここの店員さんとおしゃべりがしやすい、会話もしやすいコーナーが新設されているんです。なので今岡ファーさんがいろいろ聞いていたように、いつおすすめですかっていう会話なんてしながらお買い物も楽しむことができます。ちなみになんですけど、太田さん、はい、これからの季節何かおすすめの何かこうありますか。はい、魚ですとか。今おすすめがちょっとどれの牛の日も近いんで、うなぎをおすすめしておりまして、今からの季節だと、あとあのタコがおすすめです。タコ、はい、書いてありますね。今が旬で、はい、さらにタコも、はい、いろんなとこから集めて、いやこれから海鮮が確かに美味しくなる季節ですからね。肉がたっぷりですね。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。はい、そして野菜、魚ときたらもう次はあれしかないですね。はい、何ですかあれって。あれです。そのあれはこの後またお伝えいたします。あれかな。そうなんだ。岡ファーさん、佐々木さん、はい、今日は6月18日にリニューアルオープンしたラディッシュ大橋店さんに来ています。見てください、星空の下で輝くのがこちらのお肉のコーナーです。色々色々お肉があって、そう、色がとっても綺麗なんです。そしてもうローストビーフだけでも5種類も揃っております。そんなお肉コーナーのお話を伺うのが伊藤さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。伊藤さんは美味しいお肉の食べ方や調理法などをご紹介してくれるんですが、ここであの新人を差し置いて岡川さんがいないんですよね。あら、どこに行ったん。あら、ごめんなさいね。え、あら、美味しそうだね。誰、あらあらあら、どれにしようかしら。綺麗だな。じゃあ、ね、これもらえる、はい、シンシンいただける。シンシン、はい、ありがとうございます。うん、シンシンってこれどんな部位なのかしら。ですね、濃厚で赤身の強い部分なんで、ステーキとか、はい、焼肉とかがおすすめです。ステーキ、わさび醤油とかと合わせたら最高です。奥様どうされます。美味しそう。ぬるっと会話始めてるんですが、ぬるっと。どうなった様ですか。お
美味しそうだわね。設定を教えてください。ご近所のお母さんですかね。ねえ、今年花ヶ島に住んでるの。はい、設定は。ちなみに伊藤さん、ずいぶんとお料理詳しいと思いませんでした。お母さん、そうだね、詳しいですよね。実はシェフだったんですよね。そうですね、イタリアを14年くらいやってました。料理人が選ぶ、お肉、それをお客さんに提供する、いろんな食べ方とか部位とかを紹介していくみたいな形になっています。そういうことなのね。どのくらいの部位が揃ってるんですか。全部で30種類ぐらいあると思います。30種類も、こんなに素敵な、ね、伊藤さんが心強いわ ね、 そうですね。なんかいろんなことを教えてくれて、はい、そして、ね、ここでいいお知らせがあります。何。なんとラディッシュさん大橋店、はい、6月18日リニューアルオープンを記念しまして、こちらのシャトーブリアンを視聴者プレゼントいたします。あんた大丈夫なの、そんなことしたって。シャトーブリアン、いいよ。大丈夫なのかしら。いいの、そんなことして。特別で、はい、今回だけでお願いします。シャトーブリアンはどんな部位なの。これはそうですね、ほとんど動かさない部位なので、とてもキメが細かくて柔らかい部位になります。あら、太っ腹だわね。応募詳しくお伝えします。はい、ここまで伊藤さん、ありがとうございました。ありがとうね。いや、そしてまたどんどん見ていきましょう。いや、こんなに素敵なお肉を見たら、お酒も飲みたいななんて思っちゃうのよ。あるの？お酒も。お酒好きですよね。探したけど。お酒好きさんなら絶対そう言うと思いました。どっかにあるのかな。そう、実はここラディッシュ大橋店には、お肉に合うワインを紹介してくれるソムリエの方がいらっしゃるんです。らららら、この方も伊藤さんでございます。伊藤さんなの。よろしくお願いします。伊藤さん、伊藤です。こんにちは。また地中海に迷い込んだかのような素敵な雰囲気の中で。伊藤さんもまた素敵だわね、あんた。シャトーブリアンに合うワインを今探してるの、はい、何かある、はい、かしこまりました。キメの細かい柔らかいシャトーブリアンにはズバリこちらでございます。飲み頃ボルドーシャトーデイノンルージュ2017年でございます。フランスのワインよね。そうですね、名城地でございます。飲み頃ですごくしなやかな口当たりで、お肉の旨味を引き立ててくれると思います。おいしそう。あなた、ちょっとこれラディッシュに来たらお酒もお肉もお惣菜も野菜も全部揃っちゃうじゃないの。すぐにホームパーティーができちゃいますね。早く言ってよ。はい、そして今日の遅いわよ。そして今日の4時時ではシャトーブリアンを1名様に視聴者プレゼントいたします。応募方法は UMK アプリからお願いいたします。嬉しいわね。はい、ここまで街角中継をお送りしました。あの方はファーコかなんかですか ね、 すね。名前はちょっといろいろ設定を知りたいところではあれだろう。どっちにしろちょっと振り切れてなかったああいうキャラクターをするとやっぱ振り切れないとね、見てる方も恥ずかしくなるんですね。この後期待したいですもう枠はあまりないんですけど、それにしても美味しそうなお肉とプレゼントでお願いですか。お酒の、そう、しかもお酒のね、マリアージュも絶対楽しめますよね。プロの方にお聞きできますので、そこも魅力かと思います。このシャトーブリアンの応募方法についてはまた後ほど詳しくお伝えします。ここまで街角中継でした。